ウィジドウチはゼルダで人生に彩りをイカ坊主ですということで、本日もゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムの解説をしていくんですけれども、序盤の戦闘の進め、ティアキンから始めたリスナー様の声を聞いていると、特に戦闘が難しいとの声が多かったので、前作ブレワイでも使えた基本的な戦闘テクニックも含め、今回は戦闘が100倍楽しくなるコツを初心者の方になるべく分かりやすく解説していこうと思います。ということで早速本編いってみよう。ということで、ゲーム画面のイカ坊主くんです。早速ね、戦闘で使える初心者向けのテクニックを紹介していきたいと思います。で、今回は主に3つに分けて解説していくんですけれども、1個目が前作ブレスオブザワイルドでも使えた、ちょっとしたね、戦闘のテクニックやコツ。そして2つ目がスクラビルドについて。で、3つ目がそのスクラビルドで使うと戦闘が100倍楽しくなる素材のね、使い方やテクニックを解説していきたいと思います。ということで、早速やっていくんですけれども、まずね、前作ブレスオブザワイルドでも使えた、いくつかのテクニックを紹介します。このゲーム武器が何種類かあるんですけど、片手剣だったり体剣だったり、あと槍とかあるんですけれども、まあ、どの武器もこの Y ボタンで連続で攻撃すると、最後のこの締めの攻撃の硬直がすごく長いんですよね。 1,2,3 で4発目がね、このちょっと溜めて攻撃するというか、で別にこれ攻撃力上がってないんですよ。なのでこの 1,2,3 回目を当てた方が、まあ、効率がいいわけなんですよね。でこれは特に体剣とか顕著で、体剣は1発2発目の後の硬直がどえらい長いんですよ。この後しばらくリンクが動けないんで、この隙にね、敵に殴られたりすることはよくあります。でこの動けない硬直をジャンプでね、キャンセルすることができます。なんで1発2発殴ってこうジャンプするとすぐに移動できるんで、例えば相手の攻撃来てると思ったらバック中でキャンセルしてそのままラッシュに入ったりとか、まあ普通に当てて殴ったらジャンプして近づいていってまた追撃するとか、こうすることによって戦闘のテンポがだいぶ速くなります。これは片手剣も同じで、最後の締め攻撃の後ジャンプするとちょっとね、早く行動できるんで、これは覚えていきましょう。あんま変わらないじゃんって思うかもしれませんが、これやってみるとかなり重要なんですよ。でまあ特によく使うのが体験のダッシュ切りですね。体験のダッシュ切りは石ロックとかを一発で倒せるんですけど、この攻撃出が早いんですよね。かなりね、攻撃判定の出が早いんで、当てたらすぐジャンプして次の行動に移るとか、あとはこういうね、この木箱とかを体験で壊してですぐジャンプしてアイテムを取るとか、そうするとですね、ゲーム全体のテンポがかなり速くなって割とね、ストレスが減るので試してみてください。はい、次は片手剣に関するテクニックなんですけれども、片手剣のため攻撃は回転切りです。この回転切りっていうのはスティックを一周してY ボタンを押すことによってクイック回転切りというものが出せます。これは溜めなくても出せるんで、かなりね、戦闘で重宝します。でこの回転切りって何がいいかって、2回当たるんですよね。なので普通に切るよりも攻撃の回転率が高いです。でこのクイック回転切りどこで使うかというと、普通に片手剣で4回殴るとこの4発目がね、遅いっていうのはさっき言ったんですけど、3回殴った後にクイック回転切りをすると、回転切りの攻撃が2回当たって全部で5回になる上に、さらにね、隙がほとんどなくなります。1,2,3でここで回転切り、 1,2,3 で回転切りで、さらに回転切りの後隙をジャンプでキャンセルするとかなりね、スピーディーに行動することができます。こんな感じで、さっき紹介したジャンプキャンセルっていうのはこの回転切りにもね、適用できるので、ぜひ活用していきましょう。なので片手剣で戦うときは3発当てて回転切りからのジャンプキャンセルみたいな感じで攻撃するとかなりね、たくさんの攻撃を短い時間で当てることができます。こんな感じですね。はい、次はですね、不意打ちというテクニックです。不意打ちなんですけど、こんな感じで敵に気づかれずに背後を取って、このね、不意打ちっていうコマンドが出てきて Y を押すと、こんな感じでバコーンと殴ることができるんですけど、これ攻撃力8倍になってます。マジぶっ壊れなんですよね。前作でもね、強すぎて倍率さすがに4倍ぐらいになるんじゃないかなと思ったんですけど、今作もしっかり8倍でした。いや8倍ってマジでやばくないですか。でこの不意打ちなんですけど、不意打ちを発動するために敵に気づかれないということがすごく大事になってきます。でコツがあるんですけれども、敵に気づかれないためのコツとして、例えばね、この上の方からパラセールで移動して敵の真後ろに立ちます。でこの時にスティックを倒さずに着地して鏡で近づいていくと不意打ちしやすいですね。まあ、正直8倍なんで、ちょっと強い武器だったら、まあ、どんな敵でもワンパンでいきます。今ねこの銃の剣使ってるんですけど、これ不意打ちで80の火力出てるんで、一番弱いゴーレムは体力12なんでクソオーバーキルしてます。なのでどんどんね、1対1であれば不意打ちを狙っていきましょう。で戦闘はこのポーチを開いて武器を変えることもできるんですが、十字キーをね使うとこんな感じで剣とか盾とかをポーチを開かずに変えることができます。で弓を構えてる状態で剣のクイックミニを押すと弓を交換することができます。これをね
ね、まず頭に入れておいて、こっちの方がかなりね、ポーチを開かなくていいんで、戦闘のテンポが上がって楽しくなると思います。なので、クイックメニューをね、積極的に使っていきましょう。ということで、これがね、前作、ブレス・オブ・ザ・ワイルドでも使えた、基本的な戦闘テクニックです。さあ、ここからは、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム独自のスクラビルドを使った、いろんなテクニックをね、解説していきます。ということで、まずスクラビルドについてなんですけれども、戦闘中にスクラビルドを多用して戦った方がいいです。で、その時に、こう素材とかを剣にくっつけて戦いたいんですけれども、先にスクラビルドを発動しておいてから、クイックメニューで素材を選んだ方が、素早くね、剣にくっつけることができるんで、おすすめです。まずスクラビルドを起動して、で、クイックメニューで好きなアイテムを出す。例えば、ファイヤーキースの目玉とかだったら、置いた瞬間にね、すぐくっつけれるんで、もたつく必要がなくなります。で、すぐにこう、炎の剣として使うと。で、この武器ポーチからスクラビルドした素材を削除することができるんですが、クイックメニューからはできません。で、基本的に拠点とかにはたくさんね、武器とかアイテムが落ちてるんで、戦いながらスクラビルドをしていきたいけど、ポーチを開くと結構戦闘のテンポが悪くなるんで、クイックメニューを使っていくという時に、全部スクラビルドしてると、その場でね、即興でスクラビルドできないんで、こういうスクラビルドしない武器を2、3こう用意しておくといいと思います。ということで、それを踏まえてスクラビルドで使うと強い素材やぶん投げで使う素材、いろいろね解説していこうと思います。ということで移動します。さあ、ということで、始まりの大地にやってきたんですけれども、まず紹介するのが、煙だけです。これね、青沼さんのプレイ動画でも紹介されていたんですけれども、超強いです。はい。まあ、ちょっとあそこのポコちゃん呼んでみましょうか。この煙だけを投げると、敵がリンクを見失ってキョロキョロします。そしてその間に不意打ちができるんですよね。で、不意打ちは攻撃8倍なんで、まあ煙だけさえ投げとけば1対1は最強です。じゃあもう一回投げますね。煙だけぶん投げて、で、不意打ちします。はい。で、一回不意打ちをして、よっ。もう一回不意打ちして、で、さらにですね、もう一回できます。なんと3回不意打ちすることができるんですよね。で、今、攻撃力4のクソ弱武器なんで、黒ボコちゃん元気なんですけど、普通の武器だったら、確実の確実に倒すことができます。超強い。さあ、煙竹が本領を発揮するのは、こういう集団戦です。敵が一気に集まったら、そこに煙竹ぶん投げて、で、その間に、一体ずつ確実に不意打ちで暗殺していきます。よいしょ。全員いけるかな？こいつもいける？よーし、オッケー。さあ、こいつは生き残ったが、ただ、バレるか。まあ、こんな感じでね、ほぼ殲滅することができます。よし、オッケー。とにかくね、この不意打ちがまあ、無限にできるっていうのは本当に強い。煙だけは戦闘において、一番最初に活用するべきアイテムです。ということで、まあ、これをね、まず使っていきましょう。さあ、今度は弓につけると強いシリーズなんですけど、やっぱり出てくるのは、キースの目玉ですよね。キースの目玉は、適当に打っても、勝手にね、オートヘムで相手の弱点を狙ってくれます。これぐらいで撃っても、こんな感じでヘッショできるんで、弓に自信がない人はガンガン使っていきましょう。キースは洞窟とかの入り口で大量発生してるんで、素材集めるのはそんなに難しくありません。で、この目玉ばっかり注目されがちなんですけれども、このキースの羽や滑空弾の羽、これもね、結構強いです。これはですね、矢の射程が無限になって、プラス攻撃力がちょっと上がります。なんで、こんな感じで離れた位置に敵がいて、キースの羽でまっすぐね、放つことによって、スナイパーのようなね、戦闘が楽しむことができます。ちょっと、キースの目玉だと、ヌルゲーになっちゃうなっていう人は、おすすめです。バレットタイムとかと併用して使うと、非常にいいですね。楽しい戦闘ができるんじゃないでしょうか。次に行くんですけれども、このゲームは電気系の武器がめっちゃんこ強いです。まあ、ちょっとキースつながりになるんですけれども、エレキースの羽をね、武器につけると、電気属性の武器を作ることができます。じゃあちょっとこの王家の片手剣に、エレキースの羽ね、つけてみようと思います。こんな感じで、斧みたいな形でね、つけることができます。これで、電気属性をまとったんですけど、これを敵に当てるとですね、カムン。よいしょ。武器を落とさせることができます。で、この武器を素早く拾うと、敵はね、もう殴るしかできなくなっちゃうんで、かなり弱体化します。この武器を落とすという特性が非常に強力で、で、しかも敵は痺れるんで、その間に煙だけとか用意して、フィッと投げて、そっから不意打ちにつなげるとか、そういったね、作戦も取れます。まず相手の武器を奪うっていうのはね、非常に大事です。で、さらに、この雷系の武器が強いのは、こういう雨が降った時に、超強いです。というのも、雨が降ってる時に敵に当てると、こんな感じで、広範囲に電撃を走らせることができます。まあ今ね、あの木のお化けは電気が効けないんで、あんまり意味はないんですけど、複数敵がいる場合、ちょっと呼んでこようか。
こんな感じで複数敵がいるときは、よいしょ、両方ね、この雨の効果で電撃の範囲が広がって痺れさせることができます。しかも武器落とすんで敵の武器を奪ってね、いやそのまま攻撃につなげることができます。いやー、電撃はマジで強い。よいしょ、めちゃくちゃ強いです。水がある場所では積極的にね、活用していきましょう。さて、次に紹介するのが縦爆弾です。これね、以前の移動系テクニックでも紹介したんですけれども、爆弾バラとかタイマー爆弾とかを縦にくっつけて縦サーフィンをすると爆発しながら大ジャンプします。まあ、ちょっとやっていきましょう。爆弾バラ出してスクラビルドでくっつけて、はい、こんな感じでねくっつくんですけど、この状態で X でジャンプして A を押すと爆発しながら飛べます。で、高く飛び上がるんで、このままバレットタイムに移行することができます。これはね、超強力で、草があるとこんな感じで上昇気流も発生するんで、さらにね追加で飛び上がってバンバン矢を当てることができます。このゲームにおいて燃えるっていうのは非常に大事で、草があればね飛び続けることができます。で、この縦爆弾が有効なのはこういう鎧を持ってる敵ですね。あいつは鎧を持ってて一定以上体験で殴らないとそもそも攻撃が通らないんですが、爆弾だとよいしょ、一発でね鎧を破壊することができます。で、ちなみにこれタイマー爆弾だと鎧を完全に破壊することはできないんですが、ほとんどね削り切ることができます。こういう火山の地下に完全武装したボコ集団がいます。で、溶岩地帯だと普通の爆弾は使えません。なぜかというと引火して爆発してしまうからですね。なんでこういう溶岩地帯ではタイマー爆弾を使います。ただタイマー爆弾はボコブリンの鎧を破壊する力がちょっと弱いんで2回使う必要があります。さあ、あそこに鎧武装したボコブリンたちがいますね。早速戦っていきましょう。こんにちは、よいしょ、ダーゴ。ただ黄色いのが鎧の体力なんですけど、ほとんど削り切ることができるんで強いです。もう一発、よいしょ、ファイヤーでぶっ飛ばして上からしっかりと狙っていく。あそこか、よいしょ。さあ、ボスボコブリンも狙わせていただくぜ。こんな感じで爆弾を使えば鎧を簡単に破壊することができます。鎧ボコブリンに苦戦してる皆様はぜひね試してみてください。で、余ったやつらはじゃあ煙竹でお仕置き。あー、ダゴ、君もダゴ。もう一回いけるかな、もう一回いけますね。いい、ダゴと。さあ、こっからは今までの戦闘のおさらい。3回殴ったらクイック回転切りでジャンプ、キャンセルして回り込んで殴ると。さあ、戦闘のテンポがねだいぶ速くなったことないですか。で、最後にちょっとプチ解説なんですけど、序盤で苦戦するであろうイエロックですね。で、このイエロックなんですけど、この上のボコちゃんを全部倒すと、よっ、よいしょ、このイエロックがね手を投げてくるようになります。で、この手をですね、戻れ子で戻すとですね、イエロックをダウンさせることができます。この間に、トーレルーフとかでこんな感じで上に上がって、この弱点のね、交渉をポコポコ殴れば、OK です。で、ある程度殴ったらまた降りて、手投げてきたら戻れ子で戻して、で、この間にトーレルーフにしといて、サクッと登りまして、んで、体験とかで、ダゴダゴを殴ると。うい、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 よ、よ、よ、よ。で倒せば OK です。この戻れ子で敵の攻撃をしっかり返すっていうのがね、今作非常に大事になってきますので、ぜひね活用してみてください。で、このイワロックが落とすこの心臓なんですけど、これ結構強いんでね、適当にスクラビルドして置いておきましょう。見た目がね闇落ちプリキュアみたいな武器になるんですけれども、これハンマーとしても優秀やし、武器としてもね結構強いんで、まあぜひね作ってみてください。